スヤッホー、しおさん、ヤッホー、しおさん、撫で方すぎてパーカーン落ちてきちゃう。クロさん、こんばんは。うん、おうち仕事ですがやることやったので仮眠します。あらた頑張ってね、頑張ってね。睡眠時間少ないよ。やばくない？寝ないと、それは寝ないと。ピードも今日いたね、ありがとう。福くこんばんは。ケイスケこんばんは。もうちょっとで会えるね。やばい、やい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 。クク、こんばんは。白の服かわいい、すごいでしょ。私ね、本当に一番好きな色は白色なんだよ、実は。これは秘話。別に秘密でもないんだけど。結構、白女子さんはね、知ってる。知ってる人は知ってるかもしれない。私ね、実は好きな、一番好きな色は白なんですよ。白と水色。ってことです。だから、ね、結構ね、白女子さんからのね、誕生日のね、あのね、お花とかたまに白入れたりして、これでもやっぱり水色を身にまとってるとなんか、あ、私って感じする。へえ、全然結べないよ。お腹空いたな。今日はそうだ、それちょっとずつ最近解禁したんですけど、あれですね、もう9月なので、31号が終わったらもう食べ物の差し入れ解禁しますね。あれは終わりました。ダイエット期間も終わりました。終わりましたので、うえね、本当に下手なの、一生さ結べないんだけど、こういう系の服一生無理だ。Kさん、こんばんは、ありがとうございました。あ、ありがとう。ピアノ持ってきて、ピアノの鍵盤持ってくる人初めて見たよ。面白かった。皆さん今日は夜遅いのに来てくれてありがとう。本当、明日のね、お仕事に影響ある人とかは、私はね、毎日配信やってるので、本当にね、いつでもね、やってますので、皆さんの生活を一番にお考えください。犬さん、こんにちは。犬さん、はじめまして。お疲れ様でした。ありがとうございます。ワンワンですか？くしょ、めっちゃくしゃみ出るんだよね。あれあれの、夜になるとめっちゃくしゃみ出る。寒いのかな。大丈夫ですか？はい、おやすみなさい。それで聞きに来た。おやすみなさい。もう1時半とかやろ。今日はね、1時過ぎにね、なんかそこダラダラしてくるから止めたい。1時過ぎにお家帰ってきましたよ。帰ってきましたよ。眠にゃい？眠たいってこと？眠いか。塩と水色ドラえもんカラーね。確かに、確かに一番好きな、え、深夜だよ。え、久しぶり、生きてる？え、元気なの？久しぶりに見た名前、元気ですか？すしおちゃん、これ前の写真の真似ね。コストレイちゃん、やっほー、今日は来てくれて、あ、今日100回目だったよ。今日会えてよかった。今日はレス気づいてくれたから。いつも自分だと思ってないですよ。今日はさすがに分かったでしょ。隣にいる女の人とさ見てたでしょ。あれはアッコ先生っていう人だよ。あ、いる、ちょうどいる、今日ちょうどいる、ちょうどいるわ。2日間マウント取れてよかった。あ、仙台育英さん、どうもどうも。優勝と、あ、準優勝っていうかね、これ今年の甲子園もありがとう。はい。くそってことで。おもろかった、あのごっこ。しおち、今日パン屋さん、え、今日ほんとにパン屋さんみたいなね服だったよ。早くパン食べたくなった。目治った。今日ね、目が死んでたんですよ。ライブ1本目のライブの終わったあと、ほんとにこの口ぐらい真っ赤だったので、もうメンバーも「へえ」みたいな、へえみたいな、それはさすがに得点書いてれないねみたいになって、
ちょうど眼帯がね持ってるメンバーがだからもらってでつけて出てました。すぐなっちまいます。逆にすぐなるからね、そんなに大したことじゃない、あるあるって感じ。結んであげたい可愛いお召し物、可愛いでしょ、このふわふわでね可愛い。本当に結んでほしい。ここもコドコドしてるしね、リボンも下手なの。なんかこういうの、ね、うまく着れない、着れないのマジで。のびのさんこんばんは。おにぎりさんこんばんじゃ。おにぎり今日楽しかったです。あ、よかった。さっちゃん、さっちゃんもね、イベント1位おめでとう。さっきツイッターで見た1位でした。あ、よかったと思って。沼すって何、沼す。マスウチさんこんにちは。マチピ、あ、マチピだ、やっほー。シュシュ誕生日おめでとう。じゃん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 、おは、いっぱい金魚。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア先生、ハッピーバースデートゥーユー。おめでとうケーキ。おめでとう、おめでとう。何歳ですか。逆だとマイクと聞くて。去年は潮の生誕に来てくれたから、潮でも今年はお祝いするんだ。横山以外はちゃんと幸せに生きてるよ。みんな元気ってこと。今日も可愛いね、潮里ちゃん、ありがとう。ちょうど眼帯を持ってるメンバーに十何人いたらね、誰かしらが何かを持っているの。本当に困らないわ。今日ね本当に靴がね死んでしまったんだけどね、夜のライブでゆうみちゃんが片足を持って帰ってくれて、やってくれてるって。クルーガン、なんかどんな接着剤を買ったらいいって聞いたら、それは接着剤では治りませんって言われて、どうしたらいいって言ったら、私に任せてくれたらできますよってかわいいでしょ。お願いした、ちょ何かねチョコレートのなんかいいやつをね、それはお返しに買おうって思った。工務店屋さん、小風呂さんこんにちは。ルブンチルこんばんは、やっほー、帰りなさい、ありがとう。今日先空だとに行けなかったのつらみ、でもさっき帰ってきたよ、お疲れ、ありがとう。もしかして待ってくれてたの、かわいい、かわいい。30歳なの、30何歳ってことでもさ見えないけど若く見える系の人だよね。ねもしかして待ってくれたの、もう家帰った。金魚流れ、すごいでしょこのねスタンプギフトみたいなやつ、ゴッツレイちゃんがこの投げてくれた。もじゃ元気、キラキラくん投げてくれてありがとうね。この前池袋行ったよ池袋行ったら報告するか時間なくてあれを食べれなかったけど、今配信を聞きながらカレールー、カレーのルー仕込み、いいな、美味しそう、美味しそう。カレー食べたい、カレーも食べたいけどハヤシライスも食べたいな。でもしゃぶしゃぶも食べたいし、焼肉も食べたい。最近ね焼肉食べたいなって毎日思ってる、うんうん、もしかしたら誕生日のライブなくなったかもと朝日奈さんが教えてくれて、いやんだ当日のライブピエン、じゃ近い時に会いましょう。ゆみちゃん静止剤だけなくてそこそこでも直せるのか、すごい何でも直せるんかもしらんね、この子は素晴らしい。待つに決まってるやん、持つ、待つ、もこもこ、やっほー。今日サーザントクラブだったよ、私たちが初めて出会った場所。桃ターン、可愛かった、あの犬のさやつ、プルート、パパが好きなのプルート。なんかね家のねあって実家に、ね、でかいねプルートのやつが玄関にあった、なんかぬいぐるみみたいなやつ。おかえりなさいまし、もう帰ってきたわ、今日久しぶりに1時ぐらいに帰ってきた。もう終電みたいなもんですよね、終電だったかわかんないけどいけ、大好きな少女のためなら持ってくさ。もう眠いのは秘密、眠い
とりあえず自分オタクやめましたよ。そうなの、配信来てるからやめてないと思うけど。今日はお疲れ様、たけちゃんありがとう。ていうかアイドルにオタクやめましたってさあ言う気持ちってどういう感じなの。今日は白い洋服で可愛い。そうこの服がお気に入りよ。今年ゲットしましたの。ピエンピエン、てか横山映画やめて、みんなやめてよ。へぇ、ハルナールさんこんにちは。まあ忙しい、仕方ないだった、忙しいネタ仕方ないだった。しおりちゃんと焼肉を食べたいの。本当に可愛くないお食べ方。ゆ、じゅんいちウィッシュマンこんにちは。横浜は我らの聖地だ、ね、そうだよ、ちらが出会った場所、しかも12月25日クリスマス、We wish you a merry Christmas。 これもらったんですよ、プレゼントありがとう。プレゼント絶対見てない、絶対見てないけど、テールスープ仙台遠征行ったじゃないですか。この前仙台遠征の時にめっちゃ牛タンをね2日連続で食べてめっちゃ美味しかったんだけど、テールスープが好きなのね。テールスープがもらいました、牛タンテールスープ。へえ。この店だね、賞味期限4月まで。なんかこれ一緒に入った、これこれもやなんだろう、これこれお花のライトだったらもう私一番欲しかったやつかもしれない。もしかしてよっち、こんばんは、知りました、ニノのワンちゃん。あ、やっほ、ワン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 ちゃん、よくニノちゃんが本名で呼んでるよね本名、泣いた、一番欲しかったやつね。天使掴んのかい、じゃない。めっちゃちっちゃく見える。スマホのライト。そこ目おかしくなったみたい。すごいちっちゃく見えるよ。すごいよ。みんなから見える。見えんか。あ、わかるかも、ちょっと。難しい、難しい、超ちっちゃく見える、これスモールライト、これはアゲだね。あ、これがテスターってこと、かわいい。ケンタさんこんにちは、しおりちゃんかわいい、パチパチ、パパと握手したり、ぬぐるみとかグッズたくさん、あ、好きなの、プロトが好きなの、パパと趣味合うかも。ミーフィ、ミッフィーは今日ミッフィーの服着てるけど好きなの。ドリヘルランバンゴさんこんにちはチューしてよかったね、チュー治った、本当に治ったよ。アレルギーだから本当にね、なるけどね、治るけすごい大丈夫、2、3時間したら治る、その時その時にあるけど。10、11とか10の味は8、19とか、え、マジ、それドネシ系もしかして、待ってよ、3、ちょうど遠征というかも、え、今週さ遠征がさ2週目と3週目なんだよね、9月、もしかしてその週それ、え、マジ最近会えてなさすぎてもうずっとツイッターインしてる、ごめんね、うるさかったら。もちろんあんまツイート多くないけど、ツイートしたやつ全部いいにしてるの。ハリーヤホーサンタ、楽屋見たからしおりの配信見に来てるみたいなとこある、推しメンが束縛強かった、ね、どういうこと、楽屋見たからしおりの配信見に来た、どういうこと、コンプリートかな、コンプリートかもしれない、ちょっと見てみよう、ちょっとよくわかんない、コンプリートではない、着せ替えカメラとビッグライトがない、あと観察ボックス、春水出る、
全部は揃ってない。結構揃った。京さんこんばんは。京さんこんばんは。まこまこたんよかった、マジでよかった。今日これもらいました。これ今日食べた方がいいの絶対。これはこれ生物じゃないけど強系。みのちゃんに本物。え、そうだよね。よくリプ、みのちゃんのリプ流れてきてさ、みたいな。2人ともフォローしてるからさ、タイムラインとか見てくれて仲良しやーと思って。チョイさんフォローありがとう、ありがとう。見えました、見えた。え、知ってる知ってる、本当によく見てる。みのちゃんのこともよく見てる。私本当にね、アイドルさんいろんな人が仲良くしてくれるってさ、それもちゃんとなんか言い方難しいけど相手選んでるから仲良くするアイドルはねだからそう、なんかさ仲良くする人ってさ、なんかさ、なんていうの、気をつけなきゃじゃん。何でも隠さずに言うとだからニノちゃんは本当にいい子、好き。なんか初めて食べるリンゴ、かき氷みたいな味しないようにする。甘っ。ライトに頭から突っ込んだしおりちゃん小さくたこんなか、はい、折れるかと思った。どっから食べるの、これ誰が入ってるんですか。はあ、どこから食べるの、こういうのって超難しい。食べ方何いいやん。これの飴だけ食べれちゃう。リンゴ食べたいんだけどね。難しい。これもらって嬉しかった今日。なんかさ、いつもさ東京の夏祭り行ってみたいなと思って行ったことない。東京に来て5年ぐらい経つけど、まあ、コロナでさ半分ぐらいはなかったりする。いつも結局ライブとかで。だから嬉しい、なんか夏祭りみたいなさ。たけしファンレベル9になりました、ありがとう。もうちょっとで8月終わるけどね。はエラちゃんこんばんは、やっほー。キキさんこんにちは。シュンシュン誕生日じゃない今日。なんかさっきツイート見ておめでとう。今日プルト大好き、ミッフィーが普通の好き、犬系が好きってこと。犬系それはね、でデザートじゃない、ディズニーだったらプーさんが好きよ。あ、よしおちゃん今日会えた、嬉しいからリンゴ見せてあげるね。今日会えたね、会えばか話してくれてありがとう。待ってるよ、30歳。頑張ってね、本当に応援してるから。リンゴ屋さんでもいいよ。黒丸さんこんにちは。かぶって食べてるとこ見せたいのに見せられない、硬くて。旬のプレスとエクボと太もものほくろのファンなの。ふーん、1837おめありがとう。やっほやっほ、この遅くまでみんな起きてくれてありがとう。明日は大丈夫ですか。おやすみしおりちゃん、いい夢作ろう。いいよ、一緒に作る、作る系。はあ、いい。リカさんこんにちは。スニンガメは冷蔵庫に入れて冷やすと網がカリカリで、うまみ。本当？あ、そうなの。じゃあまだ食べれないの方がいいのか。カーン。でも網カリカリよ、もっとカリカリになるってこと。かわいい色が、はあ、前はなくて、そう、丸つき上の歯が一本ないんだからガラガラしてるでしょ。丸つきよ、上の歯が一本ないの、びっくりー、はあ、もう寝るよ、おやすみもう寝る、もう寝るってさっきも言ってたでしょ。ちなみに食べるときは包丁で切って、あ、そうなんだ、じゃあこれダメだね、このままで歯が折れるかよね。
でも日本語やばかったね。続きって言われば食べて、ガーン髪の毛ついちゃう。包丁か、包丁には勝てるね、歯は。歯が滑る。はい。あとで舐め回したら切る。あとでじゃああれするわ。あれよ、包丁で切っておとなしく食べるね。1831頑張ります。あ、8月頑張ってよ。そしたら少年に来てね。その日によるんだかもしれないけれど。おだしさんこんにちは。でも、ね、本当にあとチケットが、ね、少ししかないと思う。だからもう少しでもあのいけるかもって思ったらとりあえずチケット取った方がいいかもしれない、うん、食べたいなって顔が可愛い。食べれなかった、全然食べれなかった。もう歯がカチカチになっちゃう。でもリンゴの味するよ。リンゴじゃない、飴。リンゴの味は今のところにしてない。食べたかったんだけどちょっと厳しかったね。チェ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 、トウくん。食べるのかわいい、ありがとう。食べると何かね、これが塩の塩対応か。いや、なんかさ、オタクやめましたみたいに言ってくる人、なんだか言う意味なくねって思って。明日は渋谷でお仕事です。頑張って。それ明日はね、レミタン、やっほー。哲夫さんこんにちは、初めまして。そのリンゴ飴気になってるけど食べたことない。一回だけ食べたことない。 NSC の時だわ、覚えてるわ。 NSC の時に買ったよ。なんかその時自分で買った時はカットリンゴ、同じお店をこの大カニ山キャンディーアポのカットしたやつのなんかシナモンみたいな味食べた気がするな。調子か。しかもおしゃれなのめっちゃ、めっちゃ食べたくなっちゃったのね。買った。あゆと買いに行ったわ。わあ覚えてるわ。ノアジの空き時間の時に、ね。やはりスマイルも可愛い。うん。いけるかいけないかわかんないけど、31日のチケットはゲットしてる。そうなの。今日くんは誰推しなの、バンドジャパン。しおりちゃんたまに怖いよ。怖い？本当？ごめん、怖い思いさせてたらごめん。嫌なことは嫌って言うからね。冷たく感じたらごめんね。でもさ、嫌なこととかでもさ、なんかははって言ったらさ、なんかずっとさ、こうモヤモヤしちゃいそうだから。前はね、2年間ぐらいはね、わあ！2年間ぐらいはね、自分の思ってることを押し殺して裏で泣くタイプだったんだけど、最近は言うようになった。まあ、裏で泣くんですけど。でも言った方がなんか自分のためにもなるけど、相手もなんか変に気使われてもさ、あれじゃない？ちょっとそう。でもそうできたのはそれを受け止めてくれる人がいるってことなんですよね。は？ね、なんでさ、タクロウさんってさ押したらさ、これから DJ 頑張るって出てくるの、ミミズさんの別人だけど。いけ、これは今日の姉でした。ちょっと終わってからじゃなくて食べれませんね。あとこれがテールスープでしょ。これマジで食べたい、早く。スープという食べ物が好きなの、本当にね。お味噌汁とかも好きだし、なんとかスープとかもすごい好きで。あとこれ絶対美味しいラスク。ね、ラスク本当大好き。食べる。でもこれくれた人両方いないんだよね。
いないけど紹介します。これあれだ、しおりの今日 A くれた人だ。今絶対見てない。見て、かわいいよね。見て、かわいい、超かわいくない。チコリータと好きになった、好きになった、なんだっけ、なんだっけ、ウパ、あー忘れてた。ソラ君やは怖いのが好き。本当にじゃあマコモコはそういう人ってことなわけ。本当にね、そうなんかゼロ距離すぎてみんなめっちゃ泣く人だと解くんで。しんちゃんさん、はそうこんにちは、わーいわーい言うてる。肩かわいい。でもこう肩ガチ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 落ちてくるけ、もう慣れがたすぎて。え、今日さ浴衣屋さんに行ったの。浴衣屋さんの人に、え、こんな慣れ方の人なかなかいないんですよって言われた。なんか自分のこと慣れ方だと思ってたけど、そんなみたいな、そんなすぎて笑っちゃったよね。そうこさん、はさもこんにちは。皆さんこんなこんな時間に来てくれてありがとう。我慢は体に思うの。そうだよ、そう言わずに傷ついたりしてたけど、それなら言った方がさ、なんかね、相手のために、自分のために。仕入れてどうやって渡すんだっけ。なんかね、ここに書いてたら分かりやすいかな。あ、これで貼ってたな。この人はこうやってくれてた、紙に付箋貼ってくれてた。付箋貼ってしおりへ誰よりみたいな。例えばこれは違う人なんだけど、この人も付箋だ、しおりちゃんへみたいな。で別にこれ直で書いてもペンとかでも大丈夫で、ペンがなかったらあれ、物販の時にスタッフさんに言ったら貸してくれる。こうやって誰から誰って書いてほしい。じゃないと誰にもらったかわからない。誰かこの誰に、誰が誰にあげたいってなるから、メンバー多いしね。こうやって書いてほしい。なんか誰から誰っていうのを袋のできれば外に書いてほしい。そしたらもう神対応ってこと。ゆうきちゃん、あ、ゆうきちゃん推しなの。しおりさんも推しになってる。そうなの。まだお会いはしてないか、いいんか。どこに住んでるの。きょうさんは、きょうくん、おやすみなさい。裏声さん、こんにちは、おやすみなさい。イラスト可愛いよね。これ女の子が描いたから、ね、可愛い。え？すごいこと。ウパちゃん可愛い。え、しょうちゃん。なあ。今さ、配信を急に切ってさ。うん。感謝祭の立ち位置来たのよ。うちらやばいよ。え、しおりさ、あのさ、あるじゃん、しおりのいつもの。大丈夫？しおりいつも何？ああ難しい言葉。一回見に行くの早い。すいません皆さん。